女性コーラスグループグラッセス高浜がこのほど6年ぶりに演奏会を開き、美しい歌声をホールに響かせていました。高浜町文化会館で開かれた演奏会では、はじめに野瀬豊町長が高浜町の文化芸術活動のリーダー的存在として活動されてきたことに深く敬意を申し上げますと挨拶しました。グラッセス高浜は昭和60年に結成された高浜町内の主婦らで作る女性コーラスグループです。現在18人のメンバーがさまざまな演奏会やコンクールに参加しています。今回で10回目となった演奏会は4部構成で行われ、まずグラッセス高浜のメンバーが糸やグリーンスリーブスなど愛と命をテーマにした曲を披露しました。メンバーたちは演奏会に向け冬頃から週に2回の練習に励んできたということで、綺麗なハーモニーを届けていました。また演奏会ではバリトン歌手の笹原はじめさんや高浜町の若手グループピエーノピエーナ、それに高浜少年少女合唱団の有志などを招いたゲストステージも行われました。演奏会では最後にグラッセス高浜をはじめゲスト出演したグループのメンバーら総勢30人が合同で歌声を披露し、ホールに美しい歌声を響かせました。コロナ禍による延期を経て6年ぶりに開催された第10回グラッセス高浜演奏会。会場に訪れた人たちは出演者による美しい歌声に耳を澄まし、曲が終わるたびに大きな拍手を送っていました。